日は出てきましたが、今日も大阪市内氷点下になってました。寒いですね。まあ、風がそんなほどないんでありがたいですが、今日は体重 112.8 でした。まあ、昨日夜中紅白歌合戦を見ながらなんやかんや結構的なもんですけどつまんでましたんで、ちびちび飲んだりしてたんで仕方がないのかなと思いますが、そうですね、満腹感が変わってきたというか、ご飯お茶碗に半分ぐらいでも満腹感はあるもんだっていうようなこととか、その辺がちょっと違ってきてますかね。引き続きダイエット頑張ります。